こんにちは、目黒区の自律神経救世主原町接骨院久松です。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状、その他の症状でお悩みのあなたにお役に立つ情報を提供いたします。今回はですね、熱中症、今もうね、夏暑いですけども、熱中症の予防法、もう一番自分でできる予防法についてご説明いたします。まあ、熱中症の予防法ね、まあ当然暑いところには行かない、水分をしっかりとる、そして水分だけじゃなくて塩分やミネラルをしっかりとるっていうことはね、挙げられますよね。それだけじゃなくて、もう一つご自分の体の中でも熱中症に対する耐性をつける方法があります。それはどういうことか。体に水をためること。どうすれば水をためることができるのか。体に水をためること、それは筋肉に水をためるんですよ。筋肉っていうのは暑い時は水をためてくれる、そして寒い時は筋肉が震えて熱を発生させて体温を調整させてくれる、そういった働きがあります。筋肉がですね、大体60キログラムの男性は15から20キログラム水分が筋肉にあると言われております。また筋肉が少ないと少しの暑さで熱中症になりやすくなります。あのね、お年寄りが熱中症になりやすいんだ、そういう部分もあります。また筋肉が少ない方というのは水を飲んでも貯水するところは少ないですから、溜めることはできづらい、しづらくなってきます。ですから、筋肉体に多いと水分をその分体に溜めることができますので、筋肉しっかり増やせるようにトレーニングをやっておいてください。また今からね、今すぐ筋肉つけようと思ってトレーニングしてもやっぱりついてくるのは時間がかかります。ですから来年以降、熱中症になりづらい体になるように普段から筋肉に刺激を入れてトレーニングをしてみるといいです。ということでですね、熱中症の対策、筋肉をつけましょうということについてご説明させていただきました。熱中症ね、ならないのが一番ですから、そうならないように毎日の予防を十分気をつけください。またこの熱中症の対策以外でもですね、自律神経やその他の症状でお困りの場合、私があなたのお力になれると思います。当院のホームページご覧になってみて、もし私の力が必要だと思ったら電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。